S&WM360 は S&W 社が開発した回転式拳銃。通称は g フスペシャルエアライトスカンジウム。S&WM36 をベースとした基本モデルであり、2000年の全米ライフル協会の総会で発表され、2002年より量産に入った。S&WM36 に始まる J フレームの系譜に属しており、J マグナム。 エアライトスカンジウムフレームを用いて設計されている。これは、その名の通りスカンジウム転換アルミニウム合金の採用を特徴としており、フレームの他用具やバレルシュラウドがスカンジウム転換アルミニウム合金、バレルライナーはステンレスコー、シリンダーがチタン製となっており、長計量モデルでありながら、3 5 7マグナム弾の運用に対応した。上記の通り、 バレルは、スカンジウム添加アルミニウム合金製のシュラウトと、ステンレス構成のライナーによるニッピース構造となっており、また、357マグナム弾を運用することから、シリンダーとバレルの間には、ステンレス構のフレームシールドが設けられた。トリガーメカニズムは、S、S&WM60 と同様に、シングルアクションとダブルアクションの両用であり、トリガープルは、 シングルアクションでは 1.3kg、ダブルアクションでは 5.3kg である。なお、S&WM640 をベースとして、ハンマーを内蔵式とした、ダブルアクション専用の S&WM340PD もラインナップされている。日本警察の要請に応じたカスタマイズモデル。357マグナム弾の使用が求められなかったことから、 シリンダーはチタンより安価なステンレス構成、重心は PD と同様にアルミ合金の内部にステンレス合成のライナーの2ピース構造とされた。また、グリップはニューナンブ M60 の最終生産型や S&WM37 の日本警察仕様と同様、フィンガースパーを付するとともに底面にランヤードリングが設置されている。なお、 左フレームのシリアルナンバーの下には、桜 M360J および NMB と刻印されており、このために S&W 社とミネベア社の共同開発との説もあったが、実際には開発、製造はほぼ S&W 社で行われており、ミネベア社では、グリップやランヤードリングの追加などのカスタマイズのみが行われている。日本警察では、 M37 の生産終了を受けて2006年により調達が開始され、2011年までに約2万5千丁兆が配備されていた。しかし、2009年より複数の県警よりひび割れの報告があり、これを受けて警察庁が指示した一斉点検により、約200兆で亀裂が発見されて回収されるとともに、メーカーに対して改善が要請された。 その後調達が再開され、現在でも配備数は増加している。また、公式カタログには掲載されない特注モデルであるが、若干数の細身のグリップを備えたモデルがアメリカ合衆国の民間市場で流通している。ありがとうございます。